ジュリアン・アラ・フィリップは、フランス出身の自転車競技選手。2013年エキップでフランス U23 にて、アラ・フィリップは、マッサーであり、スカウトマンのジョアン・モリーに発見された。彼は、若いフランスライダーのマネージャーを務めており、3イコール・タマイイコール・モンロンに住んでいた。その町は2013年ツールド・フランス第13、ステージの舞台にもなった町である。 13歳の頃から自転車に乗り始めたアラ・フィリップは今でもたまに叩くドラムよりも自転車を好み僕の父はオーケストラの指揮者だっただから僕は音楽とリズムが好きなんだろう音楽は僕のライディングにエネルギーを与えてくれてるんだろうねと話す様々な自転車競技に通じシクロクロスのフランス選手権 U23 カテゴリーでは2回優勝したその後 エティックスクイックステップのコンチネンタルチームイティックス、アインドに迎えられた。2年目のプロシーズンである2015年のアルデンのクラシックにおいて、フレッシュはロンネオで2位、リエージュ・バストーニュ・リエージュでも2位と驚きの成果を上げ、続くツアーオブ・カリフォルニアでは、山岳ステージの山場、マウント・バルディを制して、ステージ優勝と総合ジャージに袖を通し、彼の底なしの潜在能力を、 カリフォルニアで証明した。自分に自信を持ってもっと強くなる。2015年は好調のスタートだ。今年は一歩一歩この成長を続けていきたい2017年、パリニース第4ステージの山岳 TT では並みいる、競合を抑えて優勝し、総合ジャージに袖を通した。ブエルター・エスパーニャの第8ステージでは、ラファウ・マイカとヤン・ポランツとのスプリントで圧勝し、 自身初のグランツール区間優勝を果たした。2018年、フレッシュワロンヌにて、念願のクラシック初勝利。ツールド・フランスでは、ピレネー山脈3連戦の初日、第10ステージにて逃げ集団より抜け出し独走で、ツールステージ初優勝を飾る。また、アルプス初戦の第16ステージでも独走勝利を果たし、最終的には、合計4の超級山岳を制山岳賞を、 獲得した。2019年、ミラーのサンデモにて、モニュメント発制覇。ツールドフランス第3ステージでは残り1 6トル付近から抜け出して、独走勝利。総合でも首位に立ち、フランス人選手としては2014年のトニーガロパン以来、5年ぶりに、マイヨジョーヌを手に入れた。第6ステージで、一旦、マイヨジョーヌを手放すも、第8ステージで奪還。 第13ステージの個人タイムトライアルでは、本命と目されていたゲラント・トーマスに14秒差をつけてのステージ勝利。フランス人によるツールド・フランスでの個人タイムトライアル、優勝はプロローグを含めれば18年ぶり、含めなければ32年ぶり。マイオジョーの起きた、フランス人としては、ローラン・フィニョン以来、35年ぶりの勝利となった。ピレネの山頂フィニッシュが設定された第十四。 15、ステージを終えても毎夜上流をキープ。アルプス3連戦初日となる、第18ステージでも、総合主位を守ったが、第19ステージでタイムを失いエガンベルナルに、総合主位の座を明け渡す結果となった。続く、第20ステージでも3分以上遅れ最終的に、総合5位という結果となったが、ステージ2章と14日間。 マイヨジョーヌを着用したことが評価され、スーパー関東賞が贈られた。2020年、ツールドフランス第2ステージでは、アダムイエーツ、マルク・ヒルシとのゴール前スプリントを制し、ステージ優勝。同時に、マイヨジョーヌも獲得し、第4ステージまで、総合周位をキープした。世界選手権では、残り1 2トルの最後の上りでアタックをかけ、そのまま独走勝利。 自身初、フランス人としては1997年のローラン、ブロシャール以来23年ぶりの世界王者の座を獲得した。2015年のアルデンヌクラシックの成果から若きクラシックレーサーとしての成長が期待されたが、ツアーオブカリフォルニアでは後に世界王者となるペーター・サガンを限界まで追い詰めた。その成果からクライマーであり、 総合上位を狙える選手としての才能も見出され、翌年のツアーオブカリフォルニアでは、クイーンステージを制し総合優勝に輝いた。パトリック・ルフェーブル GM は、彼は本物で、いつも幸せそうだ。そして、いくつもの潜在能力を秘めていると話す。2018年ツールド・フランスにて、マイ・オブラン・ア・ポワ・ルージュ着用のアラ・フィリップ2019年、ツールド・フランスにて、 マイオジョーの着用のアラフィリップツールドフランス2018第10ステージレースレポート J スポーツハットシックリシモも選手名鑑2018アイス出版2018年 http コロンスラッシュスラッシュ www.etix x-q-u-i-c-k-st-e-p.com スラッシュ -en スラッシュチーム m スラッシュ -go-go スラッシュ j u l i a n a l a i p h i l i p p e パリニース2017-4ステージ三角 TT でコンタドールラを圧倒したアラフィリップが総合主位に浮上優位の壁の激坂バトルアラフィリップがバルベルでの5連覇を阻止。 コジオとローマ通りを先頭で駆け抜けたアラフィリップが、モニュメント発制覇。2019年7月10日閲覧。シャンパーニュの丘で飛び出したアラフィリップが、独走勝利マイヨジョーヌ獲得。2019年7月10日閲覧。デフェントが中央3階で鮮やかな、独走勝利攻撃に出たアラフィリップが、マイヨジョーヌ学会マイヨジョーヌの、 アラフィリップが 27.2km 個人 TT で、トーマスを14秒差で下すツールドフランス2019、第13ステージ個人 TT は、マイオジョーヌのアラフィリップが、サプライズ優勝。アラフィリップ総合主位でピレネー越え、トーマスも追随キンタナが超級ガリビエを、独走ベルナルが挽回し、アラフィリップが主位を守る石標と、土砂崩れにより急遽。 ステージ短縮ベルナルがマイオジョーヌを獲得運命が決めたツールの若きをベルナル個人を超えたチームワークの勝利ツールドフランス2020第2ステージ大会2日目の本格山岳ステージでアラ・フィリップが亡き父に捧げる勝利マイオジョーヌ獲得サイクロワイド2020年9月21日閲覧ロード世界選手権2020男子エリートロードレース 独走したアラフィリップが世界王者に逃げた新城幸也は自分の展開に持ち込めずサイクロワイド2020年9月28日へラン。アラフィリップが頂上ゴール制覇で総合主位にサガンに2秒差で最終ステージへ4勝目を飾ったカベンディッシュボーナスタイムを得たサガンが 総合優勝ステティーナを下したアラフィリップが、クイーンステージ制覇19秒差で、総合主位にカベンディッシュが、最終スプリント制覇23歳アラフィリップが、総合優勝に輝く。ありがとうございます。